銃が似合いそうなポケモン。ドンカラス。羽毛の中に拳銃隠しててほしい。そのまんまなエンテレオンかな。7の頑張れるシークエンスバリに決めてきそう。拳銃とかじゃなくてライフルみたいなのをエンテレオンに持ってみてほしい欲望。巨大狙撃もそんな感じで超生えてたし絶対似合うよ。鉄の毒ガの腹にマシンガン搭載しよう。マスカーニャとか、キリキザンに銃剣持ってほしい。ルカリオニ、ち、手下打ちしながら心底不機嫌そうに銃のトリガーを引いてほしいのが俺。ゾロアークさんとか、ブロスターかな。オクタンが足に光線銃持つとチープな侵略者みたいになりそう。マスカーニャ、サーナイト色も似合いそう。他人から奪った銃で暴れまくると泥くつきはありだと思うの。サーフ号が相手を踏んづけて死んだ目で銃口を向けてる様子は様になる。エルレイドに義手型の銃付けさせたい。ガトリングでもスナイパーライフルでもショットガンでも良い。いつもの銃を持った EV を頼む。この海外さん雑こらいつ見ても好き。EV 系だったらサンダースかブラッキーに持たせたいっていうか持たせてる。エイヒも意外と似合うと思う。レールガンと防弾チョッキで武装したルカリオ。全部の顔の口の中にレールガン仕込んだサザンドラ。銃を持って正直震えているカヌちゃん。銃に慣れてきてショットガン使い始めるナカヌちゃん。銃を使いこなし、的確にアーマーガーを撃ち落とすデカヌちゃん。ここだけ何かあった世界のカヌたち。口のチャックから呪いエネルギーと一緒に武器を出すジュペッタは見てみたい。カメックスが銃火器武装してたらいい。見た目が生体兵器すぎる。尻尾にガトリングとかつけてたらロマン。小物っぽいムーブでビクつきながら銃を構えるスリーパーを見たい。アクロバティックな動きしながらチャカ撃ってるオーニャウラの姿が見てみたい。でっかい600族ドラゴンにアサルトライフル持たせたい。ガブリアスがアサルトライフル抱えて無双してるのかっこよすぎる。A10 みたいに空を飛びながら撃ちまくってほしい。あえてローブシンにでっかいバズーカ持たせるのどうよ。いいね。犬に黒星893が持ってる拳銃に合いそう。コートやカバンからすっと取り出してほしい。昔サーナイトの胸からシトロハイムみたいに機関銃が出てくるイラスト見たことあるんだけど今探しても見つからない。マシマシラにワルサー P38 持たせたら一気にルパン感が出てくる。マシマシラが盗んだのは、あなたのお面です。人型のポケモンなら何でも似合う。ゴチルゼルとかむしろセクシー。翡翠ジュナイパーに猟銃持たせたい。ジュナイパーのヒラヒラがギリースーツ擬態スーツに見えるのよね。M82 とか大口径の狙撃銃に合いそう。胸の袋に銃を隠し持っているお年寄り。